はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢とロシアの情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ軍の砲兵隊がワグネル本部と倉庫を破壊。ドネツク州のソレダルではウクライナの砲兵隊がワグネル傭兵の本部と倉庫を破壊しました。ウクライナ軍第45個別砲兵旅団が公開した動画には、ソレダルにあるワグネル傭兵の本部と倉庫が破壊されたとされています。この攻撃が行われた日付は特定されておらず、その他の詳細は示されていません。動画は弾薬庫が爆発している様子も示しています。このように報道されております。また1月14日の CNN の報道によりますと、ソレダルではロシア兵が駐留していたと見られる建物で巨大な爆発が起きる様子を捉えた動画が公開されました。動画の中でウクライナ軍兵士がハイマースか MLRS のどちらで攻撃するのか会話している音声が含まれていることから、この建物の件はウクライナ軍による攻撃と見られています。他方、イギリス国防省は18日、ウクライナ軍が東部ドネツク州北部ソレダルから16日までに撤退した公算が大きいとの分析を示しています。ただですね、ウクライナ軍はソレダルより西に新たな防衛線を構築した模様とも報道されております。つまりウクライナ軍はソレダルより西の防衛線陣地からソレダルに展開するロシア軍ワグネル部隊の高価値目標などにハイマースなどを使用し、今後もピンポイントで攻撃を加えることが可能なのではないかと思われます。こうした中、ワグネルとプーチン政権に距離感が出てきているとの指摘があります。 ISW は次のように報告しております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はワグネル創設者エフゲニー・プリゴジン氏の反対勢力に味方する傾向をますます強めており、ロシアにおけるプリゴジン氏の影響力を弱めようとしている可能性が高い。プーチン大統領は2023年1月18日、プリゴジン氏と対立関係にあるサンクトペテルブルクのアレクサンドル・ベグロフ知事と2022年3月初旬以来初めて会談し、ロシアの戦争遂行におけるサンクトペテルブルクの役割について話し合った。ベグロフ知事は彼の行政管理により、ロシア西部軍管区の下でロシアのウクライナ侵攻を支援する3つの志願大隊を編成したと述べた。 ISW は以前、プリゴジン氏がロシア下院当局者にベグロフ知事を解任するよう請願する集中的な組織的運動を開始し、ロシアの戦争を適切に支援しなかったことに対する反逆罪でベグロフ知事を調査するようロシア検事総長室に要請したと報告していた。プリゴジン氏と関連している報道機関も2022年の夏にベグロフ知事に関する暴露記事を発行し、ベグロフ知事が3つの地元志願兵大隊への募集の広告活動を故意に妨害したと主張した。ベグロフ知事とのプーチン大統領のデモンストレーション的な会合と、ベグロフ知事の戦争努力への貢献に関する彼らの具体的な議論はプリゴジン氏の試みと対立している。プーチン大統領はまた、中央軍管区の元司令官であるアレクサンドル・ラピン大将がプリゴジン氏ら著名なメンバーである白引き派から重大な批判を受けているにもかかわらず、最近アレクサンドル・ラピン大将をロシア陸軍の参謀長に再任した。プーチン大統領はまた、ワグネル部隊が戦術的勝利を収めたというプリゴジン氏の主張を拒否し、ロシア軍だけがドネツク州ソレダルの占領に貢献したという公式のレトリックを倍増させた。プーチン大統領はロシア軍とロシア政府高官を支持してプリゴジン氏の注目度を下げようとしている可能性が高い。それにもかかわらず、プリゴジン氏は1月19日、ワグネル部隊がドネツク州のクリシチーフカを占領したと主張し、バフムトの南にある戦術的前進はワグネルの部隊だけの戦果であることを強調した。プリゴジン氏はワグネル部隊の戦術的成功に関する主張を利用して彼の地位を高め続けており、ロシアの情報空間における影響力をめぐってロシア国防省との対立を深めている可能性があります。このように報告されております。プーチン政権はロシア軍の正規軍ですねの損耗が拡大する中、ワグネルの兵力を必要としている反面、ワグネルの存在感が高まりますと、今度はプーチン政権の基盤が揺らぎかねないという二律背反に直面しているように見えます。ですので、こうした情勢の中、ロシアの正規軍とワグネルなどの部隊をどのようにまとめていくのか、プーチン大統領は難しい情勢と直面しているように見えます。しかし、もしこのままプリゴジン氏がロシア国防省やプーチン政権と対立ということを深めていきますと、プーチン政権の
かつての多くの敵のようになぜか窓から転落してあとは押して知るべしという結果になる可能性も排除できないように見えると思います。こうした中、欧米各国のウクライナへの支援が拡大しています。ウクライナに前例のない軍事支援、主力戦車や重火器の供与など、ヨーロッパ9カ国が共同声明、ウクライナ支援について話し合う国際会議がドイツで開かれるのを前に、ヨーロッパの9カ国、イギリスやポーランド、バルト3国などが19日、共同声明を発表し、主力戦車や重火器の供与など、前例のない支援を共同で目指していくとウクライナへの軍事支援を進める考えを強調しました。アメリカ政府は19日、最大25億ドル、約3200億円の支援パッケージを発表。ストライカー装甲車90台などが盛り込まれた。イギリスやポーランド、バルト3国など欧州11カ国は19日、ウクライナ支援で主力戦車や対空防衛システムなどを組み合わせることでしか到達できない新しいレベルの戦闘力を確保すると強調した。ウクライナ支援は年明けの4日、フランスが軽戦車の供与を決定すると、5日には米独が歩兵戦闘車を供給する意向を表明。その後、イギリスも主力戦車を送ると明らかにした。今週に入ってからはオランダが地上配備型迎撃ミサイルパトリオットを、カナダが装甲兵員輸送車200台の追加供与を決めた。一方、ドイツ南西部ラムシュタイン、アメリカ空軍基地で20日、ロシアの侵攻を受けたウクライナへの軍事支援を協議する国際会議が開かれた。オースティンアメリカ国防長官が主催し、北大西洋条約機構、NATO 加盟国を中心に約50カ国から国防省や安全保障政策の幹部が参加。ドイツ製主力戦車レオパルト2の供与の可否が焦点となったが、ピストリウスドイツ国防相はまだ結論は出ていないと述べ、協議を継続する考えを示した。一方、ウクライナが求めるドイツ製戦車レオパルトについては関係国の調整が続いている。保有国のポーランドやフィンランドは供与の意向だが、実現には製造国ドイツの再輸出許可が必要となる。欧米メディアによると、ポーランドのマテウシュ・モラウィエツキ首相はドイツの許可がなくても供与に踏み切る可能性を示唆した。モラウィエツキ首相は自国メディアに対し、同意は二の次だ、早期に同意を得るか、そうでない場合は必要なことは我々が自らやると述べた。このように報道されております。こうして見てまいりますと、レオパルトはですね、ドイツ政府の再輸出許可がなくてもウクライナに供与される可能性まで出始めていると報道されていることになりますので、今後の可能性としましては、1点目、ドイツがレオパルト供与の決断をしてウクライナに供与されていくということになる可能性、2点目、ドイツが慎重姿勢を崩さないままポーランドなどがドイツの許可なしにレオパルトをウクライナに供与していく、そうした可能性、この2点の可能性が出てきているように見えると思います。すでにポーランド、フィンランド、デンマークがレオパルト供与の意向を示しておりまして、もしポーランドが今後ドイツの許可なしにレオパルトをウクライナに供与するという事態が発生した場合、フィンランドやデンマークなども続く可能性も排除できないように見えます。ポーランド、フィンランド、デンマークのレオパルト保有台数を合わせますと約591台となることから、ドイツの許可なしでもある程度の数をですね、ウクライナに供与できる可能性が出てきているように見えると思います。このあたりはですね、ポーランドやフィンランド、デンマークとドイツの外交的な関係も出てくると思いますので、今後の情勢を見極めていく必要があると思います。ただですね、ドイツはこのレオパルト供与の問題に関して決断を出すことにそう長い時間はかけられないように見えます。こうした中、次のような報道があります。ロシア、最新鋭戦車の投入検討か、アルマータ、イギリス国防省が分析。イギリス国防省は19日、ロシアが最新鋭戦車 T-14 アルマータのウクライナ投入を検討しているとみられるとの分析を公表した。昨年12月下旬にウクライナでの作戦に関連しているロシア南部の演習場に出現しているのが衛星画像で確認されたとしている。イギリス国防省は、開発の遅れや製造上の問題が指摘されるアルマータの投入は高リスクな決定と指摘。配備されても宣伝目的のごく少数にとどまるとの見方を示した。このように報道されております。欧米各国のウクライナへの支援が拡大する中、ロシアプーチン政権が検討していると見られると報道されているある種の対抗手段ですね、がですね、ごく少数のアルマータの投入であるとしますと、これはですね、プーチン政権、ロシア軍が
追い込まれている一つの暴走に見えると思います。と言いますのは、アルマータをごく少数投入したとしても、それが大きく戦況に影響するとは考えづらいと思います。さらに次のような報道があります。プーチン氏引退説現実味、追放恐れ後継者指名か、とどまればクーデターのリスク、八方塞がり。ウクライナ侵攻で国内外の批判が高まるロシアのウラジーミル・プーチン大統領をめぐり、引退情報が西側メディアで飛び交っている。権力の座から追放されることを恐れて2024年3月の大統領選に出馬せず、後継者を指名する計画があるというのだ。プーチン氏が出馬するとの報道もあるが、どちらを選ぶのか。ロシア有力紙コメルサント、電子版は13日、プーチン氏が大統領選に向けて立候補準備を進めていると報じた。しかしクレムリン、大統領府の元スピーチライターでイスラエルに亡命しているアッパス・ガリャモフ氏の見方は全く異なる。ガリャモフ氏の証言を報じたイギリス紙デイリー・ミラー、電子版などによると、プーチン氏は軍事的敗北や任期急落で追放されるリスクを冒すよりも後継者を選び、自身は黒海沿岸のリゾート地にある宮殿で終身上院議員として過ごす計画を立てているという。政権中枢では民間軍事会社ワグネルを率いるエフゲニー・プリゴジン氏の台頭が警戒されているとした。こうした情報について信憑性のある話だと話すのは筑波大学の中村名誉教授。プーチン政権の現状について、経済畑からも軍事畑からも、もはやプーチン氏を支えられないという空気が流れている。プーチン氏は20年以上も権力を掌握してきた分、内実などを暴露されるリスクがあり、政権を降りることを恐れている。だがとどまればクーデターのリスクもあり、八方塞がりだとの見方を示す。ポストプーチンとしてこれまで有力視されてきたのは、ドミトリー・メドベージェフ前大統領やセルゲイ・キリエンコ大統領府第一副長官らだ。だが前出のガリャモフ氏は、プーチン氏は後継者としてモスクワ市のセルゲイ・ソビャニン市長やミハイル・ミシュスチン首相ら忠実な部下を指名する可能性が高いと指摘する。中村氏は、いずれにしてもプーチン氏自身は弱体化するロシアの象徴的存在になりつつあると指摘した。このように報道されております。そもそもですね、プーチン大統領がロシア国内で支持を得てきた理由の背景としてはいろいろあるとは思いますけれども、大きく分けて2つあると思います。1点目、ロシアの軍事大国としての国際的地位を維持もしくは得ること。2点目、ロシアではプーチン氏が大統領就任以降の2000年代主要輸出産品の原油価格が上昇して経済が急速に回復し国民生活も安定しました。そのことでソ連崩壊後の経済的混乱を脱することができた経緯がありました。こうしたことを背景としてプーチン政権、プーチン大統領はロシア国内で軍事畑からも経済畑からも支持を得てきた、そうした経緯もあったと思います。しかし今回のプーチン政権によるウクライナ侵略によりまして、ロシア軍の損耗が拡大し、西側諸国からの経済制裁により、ロシアは西側から半導体やベアリングが入手できず、最新鋭の軍事装備品が製造できないロシアはもはや軍事大国とは言えない状況になる可能性が指摘され、ロシアの軍事大国としての地位が揺らいでいる可能性があると見られる中、プーチン政権はロシアへの国際社会の厳しい経済制裁を招きました。結果プーチン大統領は自らその功績をですね、帳消しにすることになりかねない情勢と直面しているように見えます。こうした中、次のような報道がされました。揺れるルーブル相場、対ロ制裁強化の影響は。昨年は予想外の上昇相場となったが、12月に新たな制裁措置が発動されると下落し始めた。ロシアルーブルは2022年予想外の上昇相場となり、年間上昇率で上位の通貨に名を連ねたが、足元では弱含みつつある。今後の方向性は、欧米諸国の制裁措置が相次ぎ強化される中でロシア経済がいかに持ちこたえているかを示す指標となる。ルーブルは昨年12月初め以降に対ドルで 12% 下落し、過去1年間の上昇幅のほぼ半分を失った。同月に欧州連合 EU のロシア産原油禁輸措置が発動され、それと同時にアメリカが中心となってロシア産原油にバレルあたり60ドルの取引価格上限を設けると、ルーブルは下げ始めた。2023年の最初の2週間はルーブルが小幅に反発したが、エコノミストの間では今年はロシアが欧米諸国の制裁による圧力を感じ始め、ルーブルが下げるとの見方が大勢だ。ルーブルが急落すれば
ロシアにとって長年の問題であるインフレが再燃し、政府はウクライナ戦争にリソースを振り向けることが難しくなる可能性がある。キャピタルエコノミクスのシニア新興国市場エコノミスト、リアム・ピーチ氏の試算によると、それでもロシアは昨年、石油・ガス輸出による収入が前年比で約800億ドルも増えた。価格が高騰した上、石油の輸出先をインドや中国、トルコなどの国々に変更できたためだ。これが今年は 40% 近く減少する可能性がある。欧州に天然ガスを供給する主要パイプラインの閉鎖やエネルギー制裁に伴う石油販売への打撃が響くとみられる。ロシアはさらに、国産原油の取引価格上限が昨年12月5日に発動されて以降、販売価格の割引が拡大するという問題にも直面している。価格指標を提供するイギリスアーガスメディアによると、16日にはロシアの代表的油種ウラル原油が1バレル45ドルで売られていた。国際指標のブレント原油は同84ドル程度だった。ロシア中央銀行が17日発表した暫定推計値によると、アナリストらはロシアの経常黒字、おおむね輸出と輸入の差額が今年は縮小すると予想している。ロシアが詳細な貿易統計の発表を停止しているため、アナリストがそれを把握するのは難しい。貿易黒字が縮小すればロシアの財政は圧迫される。先週発表された暫定統計によると、ロシアの財政赤字は2022年に約480億ドル、国内総生産 GDP 比で 2.3% に拡大した。軍事費がエネルギー収入の伸びを上回った。アナリストらは、EU が2月5日にロシアの石油製品に対する禁輸措置を発動した後は、ロシアの歳入とルーブル相場により大きな圧力がかかると見ている。アメリカと同盟国も同日発行する制裁措置を準備中で、ロシアの石油製品に取引価格上限を設ける狙いだと、ウォール・ストリート・ジャーナルは報じている。エコノミストらは、ロシアの経済成長見通しが今後数年かけて徐々に悪化していくと予想している。外国からの投資不足とハイテク製品の調達制限に苦しんでいるためだ。オックスフォードエコノミクスの新興国市場担当リードエコノミスト、タチアナ・ゴルロバ氏は、潜在成長力はウクライナ戦争前よりもはるかに悪化している。今後10年のうちに欧米の投資家がロシアに投資するとは非常に考えにくいとし、しかもこうした制裁によってロシア企業は必要な技術や設備を輸入できないと述べた。このように報道されております。プーチン政権は大義も正義もないウクライナ侵攻により、自らの存立基盤を自らの手で揺るがし、ロシアという国家を軍事的にも経済的にも弱体化させているように見えます。こうした政権が自身の勢力基盤や国民などから支持を得続けることは難しいということは歴史が証明していると思います。そしてそうした政権の行き着く先は推して知るべしだと思います。プーチン政権は現状ウクライナ情勢をめぐり正念場と直面しているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。